注意、この動画はおふざけ要素マシマシです。おふざけ苦手な方は赤矢印たどってブラウザバックしてください。よくそのネタ切れないわね。皆さんこんにちは、マリサと。お久しぶりパチュリーよ。なんでこんなところにフェルンがいるんだ？私はフェルンじゃないわよ。やべ、シュタルク連れてこないと。連れてこなくていいから。これちょっと待て。それシュタルクちゃんは、ビルックや。ウザマさんの中だ！ここの交差点にはなんと、NS ガチャモデル RYR があります。なんで BGM がこんなにドッサンなのよ。さあな、私にもわかんねえ。あなたたちが希望を語った噂の信号機撮影者か。 NS ガチャモデルが喋ってる。あなたたちのことはよく知ってますよ。ベックに上げてる信号機を簡単と紹介してるでしょ。言い方よ。あんたは何者なの。私は交通の管理者、ガチャデータ。現在沖縄の交通は私が管理している。そして今現在静岡の交通も支配しようと考えているが、あなたたちの存在が目障りになりそうでね。でも私たちはあなたと敵対するつもりはありません。もう一つ、私と手を組みませんか。手を組めば今度撮影する写真全部晴天で撮れますよ。断る、そんなふざけた契約誰が結ぶってんだ。それに晴天になんかならなくても撮るものは撮る、ただそれだけよ。ほう、あなたたちはそんなお考えで。こんな東京の大雨の中飛ぶとは無茶苦茶な。雨なのはわかってる、でも撮らないと後悔する。だから私たちは旅をする。同じ過ちを繰り返したくないからね。なるほど、東京は決別です。さっさと。さっさと撮ってずばかげ。なんだったんだあいつ。なにこれ。この交差点ですが、中道路が2本あり、一方が青の時に連動して赤点滅します。要は静岡でいう赤い地方点滅と同じ感じだな。以前は樹脂 RYR があったみたいね。その姿も見てみたかったぜ。始めた？ BGM もちょくちょく採用しているようだけど。その通りだぜ。推しキャラも質問で答えたいが、質問数があまりにも少なすぎてまだ回答できていないぜ。質問は現在も募集中なので、コメント欄に記入よろしくお願いします。今回は那覇市の RYR を紹介したぜ。さっきの管理者、もう動画見てなければいいけどね。今後やつが来ても、追っ払おうぜ。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。